いらっしゃい。恥ずかしがり屋の女中の自制心を弱める薬をお探しかな。それとも2回戦に臨む勇気を出させる調合薬かい。それだけか。まともなものはないのか。もちろん、髪を伸ばす薬やその逆のもの、苦痛を和らげるもの、二日酔いに効く薬、あんたの悩みは何だ。依頼のことで来た。へえ、やっと引き受けてくれる人が来たか。誰も彼も金がないというくせに、仕事があってもやろうとしない怠け者ばかり。できれば要点だけ話してくれ。わかった、わかった。すまん、長い間待たされて不安でついな。弟子のフォルカートを内心の森に使いに出したのさ。マーティンフューレ農園の南東にある森だ。藩の糸を切らしてしまって、あの森には藩が雑草みたいに生えてるからな。その弟子が戻らないだろ。ああ、その通りなんだ。どうか彼を見つけて無事に連れ戻してくれ。連れ戻せるかどうかはともかく、探すだけ探してみよう。彼だと分かる特徴は何かあるか。そうだな、何かな。俺と同じハーフリングで、明るい髪の色、それで分かるかな。十分だ。それでは。ゆっくり。薬草医の荷車だ。ここに血がついている。血だ。乾いてる。何日か経ってるな。痕跡が途絶えている。辺りを探ってみよう。誰かが見かけているかもしれない。ジャード、早く来て。お客さんよ。こんなところに何しに来たの？道に迷ったのかしら。いや、人を探しに来た。話してみて。何かわかるかも。ここは一体どういう場所なんだ。ご覧の通り、ただの村よ。俺には廃屋にしか見えないが。そう、今じゃ住んでるのは私たちだけ。若い者は仕事を求めて都会へ出て、年寄りは死んだ。そうよね、ジャド。そうだとも。フォルカートという明るい髪の色のハーフリングを探してる。心当たりは。ああ、前に見かけたおちびちゃんね。薬草を集めてた。うん、その後何かあったんだな。血の跡があった。それをたどってここに来た。そうなの。狼に襲われてここに逃げ込んできたのよ。町にお戻りなさい、お若い方。ここには危険がいっぱいよって言ってあげたわ。なのに頑固でバカなあの子は薬草を集めなきゃ帰れないって。また森の方へ戻っていった。それ以来姿を見てないわ。その夜、身の毛もよだつようなうなり声が聞こえたけど。じゃあ死体はどうなった。狼に食われたなら何か残るはずだ。靴とかな。探してない。二人とも森を歩き回れるほど若くないのでな。それでは。
った肉の匂いか。内臓と血が抜かれている。これでは死因は分からない。貯蔵庫を見てきた。ずいぶん肉が好きらしいな。違うの、旅のお方、誤解しないで。誤解でなければお前たちがあそこに並ぶことになる。あの男を殺したのは狼だ。他の連中もそうだ。わしらは死体を集めただけなんだ。体の弱い年寄りには畑を耕したりできないの。でも食べ物はいる。どうかお情けを。二度と人間に手をつけないと誓え。そうすれば命は取らない。ああ、誓いますとも。メリテレ様に誓うわ。永遠の炎にも。それに神は関係ない。自分自身の首に誓え。破ったらその首をもらうからな。ああ、誓うとも。こんな人里離れた場所に用はないが、また来る。必ず来るから、そう思っておけ。いや、弟子のフォルカートだが、どうなったのか分かったぞ。話してくれ。心配でおかしくなりそうだ。彼はどう説明すればいいか分からないが、人間の手にかかった。何？ノビクラドの近くで？ベレンならまだしも、こんなところで。ああ、神よ。殺したんだろ？そいつらを殺してくれたよな。依頼はフォルカートの捜索だった。殺人は頼まれていない。それなら自分でやる。お前が何もしないならそれはお前の勝手だ。俺は一緒に怒ってくれる連中を集める。ただの老夫婦だった。戦いにもならないだろう。なおさらいい。さて、あとは金だな。ほら、これが欲しいんだろ。さっさと消えろ。